はあ、リトライ行きましょう。じゃあご飯のね、気を見ていかないといけないんだよ。だ自分は死ななくても、このご飯とクリリンをちゃんとサポートしていかないと、これゲームオーバーなんだよね。見えねえ見えねえ。なるべくどうしようかな、ご飯の近くにいようかな。ご飯どこだ。じゃあお父さんに頼まれて僕たちを助けに来てくれたんですね。クリリンもやべえもんな。ドラゴンボールはあと3つだ。まドラゴンレーダーもあるしすぐに使うぞ。全然当たんないじゃん。おいおいおい、オッケー。このあとどこにいるんだよあいつら。うわっ、おい、ちょっともったいなかったな。もうちょっと近距離から行きたかったな。もうあるでしょ。いるよいる、絶対いるよこの部屋。あれいない。食らってる？オッケー。全然食らわねえ。でもこいつらの近くにいないとやばいな。だからワンマンでこうやっていくんじゃなくて、どっちかっつったらもうあいつらと一緒に行動した方がいいな。うわで、ここでグルード来て、いやこれまずはもうグルード集中狙いでいけば。やばい、グルドどこだ。グルド狙いになっとらんからマジで。わけわかんねえよもう。2つの気を感じるよ。1つは悟空か。そうです。でももう1つは分かったぞ。お前大将じゃねえな。弱すぎだよ、ご飯。
これ連れていけるんだっけか。ちょっと連れてってみようかな。基礎から叩き直してやる。ちょ、なんか助っ人連れていけるのかな。ん？助っ人連れていけたっけ。弱すぎ、ご飯。もうとりあえずご飯弱いな。これどうすりゃいいんだろう、マジで。どうしてここに、ここはどうしたんだ。クリリンさん、ちょっと待って、この人たちがいます。何言ってんの、クリリン。この人、さっき一緒に戦ってくれた人です。どういうことだろう。お父さんに頼まれて僕たちを助けに来てくれたんですね。いいやつだな。ドラゴンボールはあと3つだ。ま、ドラゴンレーダーもあるしすぐ見つかるさ。変なとこ入っちゃった、変なとこ入っちゃった。どこにいんだよ。これしたらくせえな、マジで。マジで。さてと、行かないと。そう、こいつお前らのとこにいないと。おい、お前は邪魔だよ。こっち来てもらわないと。ご飯いろよ、そこに。バカチキン。で、グルドのおっさん来て、この辺からだよな、マジで。なんだよこいつら、放ってくんな、そんな。そう、お前邪魔だよ、来んな。
こっからだ。こっからなんだよな。やべ、クリリンも死にそうじゃん。どう行ったあいつら。変なとこ行くなよ。やべ、クリリンが死にそう。クリリンが死にそう。回避されたな。どこにいるクリリン。頼むぜマジで、死なないでくれよ本当に。頼むから。おい、頼むよマジ、何を死んでるだよお前。この辺は普通にいいんだよ。でグルドのおっさん、グルドのおっさん行った方がいいのかな。で、ここだよ問題は。早くして、とりあえずちょっと殺さねえと。で、次。次もご飯の方がやばいじゃん。そこいつほっとこう。ご飯はどこだ。お前、お前外す外す外す外 す, 外す。どこだご飯。変な部屋入んなや。ちっか、やばいぞご飯。どこだ。おい、お前じゃねえよ本当に。いい加減にしてくれ。また外に出そうとするだから、これで、ね、あとは出た。弱すぎるやつらが。真面目にご飯弱すぎるんだけど。ちょっと強いやつ連れてけんの。パラレルクエストだけじゃなくて結構強いなこいつ。ベジータもどき強えな。それにしても中100千万5万、はあ、ちょっとねめっちゃ今どうしようか分かりません。とりあえず次ね、あのアクセサリーとかそっちの方何も手出しないんで、そっちをやってから次もう一度リベンジしてみたいと思います。もうクリアできるまでもうね、いろんなこと試していかないと無理なんで、やっていきたいと思います。ということでまた明日の動画でお会いいたしましょう。さよなら。
では、次回も、ムダ毛乳首動画でお会いしましょう。